皆さんこんにちは、みぞおじさんです。今日はですね、2024年最新版スマホ通信料金徹底比較してみたということで、これらの通信会社料金プラン比較してみました。以前にもこのような動画を出しているんですが、その時コメントものすごくいただいたので、その辺のフィードバックが入っているのと、 LINE もなんかは料金プランが変わっていますし、要望の多かったイオンモバイルさんも追加しています。で、これだけの通信会社比較することなかなかないと思いますので、ぜひ損しないように最後まで見ていってください。じゃあどのように解説するかというと、まず一つ目、もちろん私の動画なので料金比較一覧表で解説いたします。要点をまとめたこのような料金比較表をお見せしていきますので、こちらを持って解説していくのと、じゃあどういった基準で解説していくかというと、二つ目、 3GB、10GB、20GB で、これはちょっと使い放題も含むんですが、これらに分けて解説していきます。値段だけ見ると安いけれども、あれとこれとこれを契約しないと安くならないとか、そういったところももちろん解説していきます。そして三つ目、おすすめプランや注意点の説明ということで、今言ったように他の契約が必要だったり、最後にはね、まとめで結果的にはこれがいいんじゃないかというところ、私のおすすめになるんですが、解説もしていきます。そして4つ目、これ大事なんですけれども、皆さんもですね、コメントでも教えてほしいんですね。というのは、これだけの通信プラン私が実際に使って試せるっていうことは無理なので、見ている方1人1コメントぜひね、使ってるプランだけでも教えてほしいです。一番はここですね、実際の状況です。これ安いけど電波がつながらないとか、いやそんなことない、安くて使いやすいとか、場所とかも記載していただけると多分皆さん助かると思います。なのでぜひコメント欄も覗いていってください。またこのチャンネルでは iPhone の機種変更時、写真を消さないためにこの設定絶対覚えておいてくださいという動画もあります。特に旧 iPhone をそのまま使おうとする方、これは絶対見ておいてほしいのと、こちらの動画では新しく iPhone を持つ方のためにやってはいけない、この遊び方は絶対ダメということで、やってはいけないことを一つと、逆に絶対に覚えてほしいことを一つ紹介していますので、これらの動画も見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。それでは早速解説の方に行ってみましょう。はい、まずはですね、スマホ料金プラン一覧表で音声通話対応 3GB 基準から解説していきます。この音声通話対応というのはやはり電話ですので、データ通信のみ対応というのもあるんですが、今回はそこは外しています。必ず電話ができるプラン、そしてまずは 3GB、 他に 10GB、 20GB がこういった一覧表でまとめています。見方としては縦にね、キャリアとか格安 SIM が並んでいて、プラン名、あとはデータ量、通話のところは無料通話があるかどうか、あと月額料金ですね。ここが一番大事になるとは思うんですが、備考のところの条件も大事です。ここちょっと要点を絞って解説していきます。そしてデータ量に関しては 3GB 基準ではあるんですが、 3GB がないプランもあるので、それに近いもの 4GB とか 5GB とか、逆に 1GB なんていうのもあるので、あくまでも基準にしてこの辺のプランというところで見ていってください。ではまずですね、キャリアから解説していきます。このキャリアとその他、いわゆる格安 SIM は分けて解説していきます。でまずキャリアなんですが、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、この4社が今日本ではキャリアと呼ばれる通信会社なんですけれども、こちら価格だけ見ると楽天が一番安い1078円で 3GB までなら使えます。かつですね、通話の方が無料になるものもこの楽天モバイルだけです。ただしアプリは使用します。専用のアプリなので、そのアプリを使っての電話になるので、やや面倒くささはあるんですが、それでも 3GB 以内ならこの1078円圧倒的に安いです。で、3ギガ超えても 20GB までなら2178円、 20GB を超えた場合は3278円ということで、ここはもう無制限ですね。プランを変えることなく使った分で取られていくので、楽天モバイル自体は楽です、かつ安い。ただしやはりですね、前回のコメントでたくさんいただいたのは、圏外になるところが多い、通じないところが多いというところですね。こればっかりはちょっと不安ではあります。東京都内でも繋がらないというところも結構あるみたいで、電波に不安がある人は安いからといって飛びつくものでもないです。ちなみに私、宮城県角田市に住んでいるんですが、この楽天モバイル、まあまあ良くなったのかなと思って一つ楽天プラン契約してみたんですけれども、角田市はですね、まだダメでした。結局前県外だった場所がまだ県外なので、使える場所では全然安くていいんですが、ちょっとそこに不安があります。コメントでもちょっと不安があるところが多いです。ただし改善されたよというところがあれば、ぜひね、皆さんコメントいただければと思っています。そして他
他の3社なんですけれども、 3GB までであれば石原さとみさんなんかが CM しているドコモのイルモプラン、基本は2167円なんですが、セット割とかで880円に割引は可能です。このような感じですね。イルモだと880円、確かに書いてあるんですが、ドコモ光セットとか D カードお支払い割とか、この辺を使わないと880円にはなりません。 CM ではこの880円が押されているので、ちょっといいのかなって思うところもあるんですけれども、実際はこんなプランになっています。条件が合えば確かに安いですが、それ以外にもね、契約が必要になるというところは覚えておきましょう。そして au とソフトバンク、これ似たようなもんなんですけれども、値段的にはねちょっと差はありますが、この値段かつ 2GB から 3GB の場合だけこの値段になります。要は段階プランですね。で、最安の場合 1GB までなら2178円です。これ両方とも値段が揃ってます。この辺はもうキャリアが好きですよね。値段合わせますよね。まあ、なのでそもそも条件がつく場合はあまりお得に感じないと思います。 au の方を見てみるとこんな感じですね。 3GB までなら4378円とはなっているんですが、 au スマートバリューだったり家族割だったり au ペイでの支払いだったりすると割引されて4378円になるということです。ソフトバンクさんの方も見てみると、これですね、 3GB の場合は5478円なんですが、おうち割光セットを引くとこれよりさらに1000円安くなるということですね。なのでキャリアに関しては楽天モバイル以外は条件が様々すぎるので、 3GB 基準で考えたときは他のね格安 SIM にした方が私はいいかなと思います。ただキャリアで使いたいというところであれば楽天ですね。これもちょっとエリアに問題はありますが、価格も安くて通話が無料というところでは最強だと思います。続いてその他ですね、格安 SIM 系の解説で、まずアハモについてはこれドコモの実は料金プランなんですが、格安というところもあるのでその他の方に含めています。で、これら値段だけ見ていくといろいろ安いのもあるんですが、まず目立つのがこの日本通信ですよね。これはちょっと 1GB ではあるんですけれども、シンプル290というプランがあって、なんと290円で電話番号が持てて 1GB まで使えます。これ 3GB より低いんですが、追加もめちゃくちゃ安くて220円でなんと 1GB 追加可能です。大概他のところ400円とか500円とかしますので、これは本当に安価です。なので 3GB 基準で考えたとしてもプラス440円で、290円に440円足して730円、圧倒的に日本通信さんは安いです。で、実際 3GB もいらない、単に電話番号を保持したいだけなんだっていう人結構いると思うんですね。実際は私もそれをやっているんですけれども、もう一つ LINE のアカウントがちょっとね検証で欲しくて今日本通信 SIM さん使ってます。実際 1GB も外で使ってるんですが、ほとんど問題なく使えてますね。ただサブ機というところで困らないというのもあるんですけれども、格安 SIM らしく昼とか夜の混雑時間帯はちょっと重くなるというのはよく言われます。私は困ったことないんですが、場所によってはそういう方も多いと思うので、それもねコメントで教えてくれるとありがたいです。とにかく安く済ませたいならこの日本通信さんがお得だし、使ってて困ってないというところもあります。で、それ以外だとアハモがですね、一応 20GB の完全定額なので使いやすさはあります。2970円で使えるというところと、通話がですね5分以内なら無料なんですね。これ5分無料というのは5分以内で切れば何回かけても無料という意味です。なので長電話したければ4分ちょっとで切って、もう1回4分ちょっとで切ればずっと無料で電話ができるということですね。で、それ以外にもね990円とかあるんですが、その中でおすすめなのはやはり LINE モのベストプランですかね。これは圧倒的に安いです。これポポも990円ではあるんですが、データ消費ごとにね購入が必要ではあります。まあオートチャージ設定も一応あるにはありますが、そうすると月額の990円という意味ではなくなってくるので、やや使い勝手に難ありというところ。ただ自分でね管理できるなら安価ではあります。で、同じ値段で LINE もベストプランなら990円で、アハモと違って無料通話はないんですが安価ですし、 LINE のデータの消費はないんですね。なので LINE 電話だけで考えているのであれば、 LINE 通話もできて990円、これは圧倒的にお得になります。で、これは私も回線持ってますし、娘たちもね東京で使ったりしているんですが、 LINE も自体はねソフトバンクの回線なので基本的に困ったことがないという話も聞いているので、安価で使いやすいというところでは LINE もだと思います。特に LINE 使う人ですね、 LINE のデータはこの 3GB に含まれません。そして他 Y モバイルとか UQ モバイル、これはですねソフトバンクと au のいわゆるサブブランドなんですけれども、これも値段揃ってるんですよね。2360円で各種条件だと1078円で、この各種条件というのは Y モバイルがこちらのようにおうち割とか PayPay カード割ですね、キャリアと似たようなもんですね、この辺も契約していれば1078円になる、かつ 4GB ですね。で、 UQ モバイルの方の各種条件はこちらです。結局同じですよね。自宅セット割と
か au ペイカードの支払い、この場合だと同じように1078円になると、こういった条件はねもうほとんど決まっています。なのでその辺でねやっぱり条件合えばというところですね。あとはですね、マイネオさんとか IIJ ミオは5ギガというところがあるので、3ギガじゃちょっと少ない、10ギガじゃ多いという人には結構いいプランで、マイネオさんなんかはね1518円ですし、 IIJ ミオはですね5ギガでも990円です。これは他に比べてかなり安価なので、もうちょっとデータが欲しいというところではこちらもありです。そしてイオンモバイルなんですが、これはですね実際今3ギガバイトプランというところで値段を載せていて1078円で、これ自体もかなり安いんですが、もっとお得になるのはこのシェアプランというのがお得なものが多いです。で、3ギガバイトだけじゃなく、こちらのようにイオンモバイルの場合はこれだけ細かくデータが選べます。この10ギガ以降は10ギガずつ増えていくんですけれども、200ギガまで選択可能です。なので、ほとんど使わないという人は803円という選び方もありますし、先ほど言った通り5ギガぐらい使いたいという人でも1298円です。イオンモバイルは選択の幅が広いのと、先ほど言った通りシェアプランというのがあって、こちらのように家族何人かでシェアするということが可能なんですね。やっぱり若い人は多く使うし、あまり外に出ないという方は家の Wi-Fi で済んでしまう。家族いろいろだと思うんですね。そういった時に例えば、4人家族だとすると4人で20ギガプラン、これを選ぶとですね合計で3168円、1人当たり5ギガ使えて792円、こうなると圧倒的にお得ですよね。家族が多い方であればあるほどお得なプランになっているので、このイオンモバイルは家族でスマホを使っている場合はお得な場合かなり多いです。ただこれプランが多すぎて説明ができないので、例えば4人で今お見せしていますが、1人当たり792円であれば本当に安価ですので、こちらも検討してみてください。ここまでが 3GB 基準。続いてが最近流行りのこちらですね、 10GB 基準ということで、だいたい中容量ですね。今まで 1GB から 3GB 小容量で、突然その次は 20GB だったんですよね。最近はこの 10GB 流行ってきています。というのはですね、4人のうち3人が 10GB 以下しか使っていないという調査結果が出ているので、だんだんとねこの容量が注目されるようになってきました。ほとんどの家にね Wi-Fi ありますし、お店にはねフリー Wi-Fi も最近多いので、そういったところからこの 10GB あたりが注目されているんだと思います。でこれ解説していくんですが、まずはキャリアからなんですが、この 10GB に近いプランというのはドコモのイルモしか準備しておりません。他 au ソフトバンク楽天モバイルはこのプランありません。というのもほぼサブブランドに任せているというところがあるんだと思います。楽天もね今はありませんが、もしかしたら何か準備する可能性もあります。でそのイルモなんですけれども、 9GB であれば無料通話はありませんが、3377円セット割で2090円に割引。これはもう相変わらず同じのセット割なんですけれども、これですね先ほど 3GB で解説した時と同じです。ドコモの光セットと D カードお支払い割ですね。これが実現できれば2090円です。ドコモで安心っていうところと2090円まで下げられるのであればかなり安いですね。ただしとにかく条件です。キャリアとサブブランドはとにかく条件になります。続いてがその他格安 SIM 系なんですけれども、これもね準備してるところとしてないところ結構ありますが、やはりですね格安 SIM 系はこの辺のプランも選べるようになっています。でまず LINE もこれは新しいプランですね。ベストプラン 10GB というのが誕生しています。でこれ2090円、先ほどのイルモと同じになっているところに注目なんですが、 LINE もは条件がありません。かつ無料通話はありませんが、 LINE のデータ消費はないので、 LINE 電話だったらデータを消費せず通話は可能です。そしてソフトバンク回線なので、回線自体もね安心で、条件なしでこの値段であればかなりお得感は強いですね。で他の格安 SIM 系見ていくと、だいたいね値段は1000円台というところはあるんですが、一つ目立つのが UQ モバイルの 15GB で3465円、条件さえ合えば2178円まで下がるので、 15GB くらいまで使いたいという人がいるのであれば、これもお得だと思います。この条件は先ほどと一緒ですね。こちらです。自宅セット割とか au ペイカードお支払いもうおなじみになっちゃいますが、それが実現できれば2178円になるといったところです。でイオンモバイルは先ほど言った通り細かく選べるので 10GB プランもあるし、値段もね手頃です。1848円、シェアプランだともっとお得感が強いというところはあるんですが、もっとすごいのがやっぱり日本通信さんですね。これみんなのプラン 10GB なんですが、無料通話があります。5分無料かつ月70分の通話無料、こちらも選択可能です。これはどっちかしか選べないんですが、相変わらず追加は 1GB220円で可能ですし、これだけできてなんと1390円です。基本的に値段で見た場合は日本通信がお
そらく最強です。さらにサービスも良い、5分無料ですからね。最近細かい話はね、間違わないようにメールでという場合も多いので、5分無料さえあれば十分、もしくは月70分もあれば十分という方も多いと思います。そういう方にとっては日本通信さんはね、本当にね安いのでおすすめです。他マイネオとか IIJ ミオも1000円台なので安いんですが、マイネオさんは先ほどのところにもあったんですけれども、データ通信のみならちょっと安くなるというプランもあります。音声がいらない場合ですね。そういった方はデータ通信だけというところも検討してみましょう。続いてがこちらですね。 20GB 基準で見ていきましょう。まずはキャリアから見ていきますが、キャリアは基本的にはもう無制限です。ドコモ、au、ソフトバンク無制限で、楽天だけ一応 20GB 区切りがあります。もちろんこれを超えても無制限にはなるんですが、そういった値段から見ていくと、上の3社はだいたい値段が横並びですね。もうほぼ誤差レベル、7200円から7400円の間に収まっていて、楽天だけ圧倒的、なんと2178円、通話も無料、 20GB まで使えて無制限でも3278円、条件はありません。なので楽天がこの中ではねおすすめにはなるんですが、何回も言ってますが、電波が許すところでは OK だろうと思っています。で、他3社の方もですね、相変わらず条件が合えば4928円です。これ3社とも同じ値段です。この合わせるの何なんでしょうね。細かい一桁まで合わせるっていうのがちょっと不思議なんですが、全く一緒です。で、各種条件ももうここ説明しませんが、要はセット割と PayPay カードだったり auPay カードだったり D カードだったり、そういった条件が合致すれば安くなるということです。ただまあ無制限なのでね、やっぱり気にせず使いたいという方にとってはかなり良いとは思っています。テザリングなんかもね、制限ありますが、今制限だいぶ増えていますので、ほとんど問題なく使える、とにかく外で通信気にせず使いたいという人には、上の3社、安く済ませたいけどなるべく多く使いたいという方が楽天という選択になると思っています。で、それよりもやっぱり注目なのは下のその他の方ですね。格安 SIM 系については、まず新しいプランからなんですが、 LINEMO のベストプラン V というのが出ています。これは 20GB までで、前はなかった5分無料が追加されました。ただし前は2700円くらいだったんですが、ちょっと値段が上がってアハモと同じにして5分無料がつきました。前回はアハモの5分無料ついててこの値段ならおすすめだよと言っていたんですが、 LINEMO が5分無料を追加したことによって全く同じになったのと、かつ LINE のデータの消費がないので、アハモを使っていて LINE もいっぱい使っている、で、それでデータ消費してるんだったら、こちらの LINEMO のベストプランに乗り換えた方が得になるということになります。値段が一緒ですからね。ただし前の LINEMO の 20GB プランとは変わって、 LINE スタンププレミアム、これね、前までは無料で使えたんですけれども、これ別料金になりました。240円ですね。なので今まで LINE スタンプ気にせずプレミアムサブスクで使ってたという方は、今のプランのままにした方がいいです。ただこの LINE スタンプなんて使ってなかったという方にとっては5分無料が追加されるので得にはなります。その辺はやっぱりね、使い方で変わってくるので検討してみましょう。で、他ポボも2700円で少し安いんですが、 20GB プランはですね、オートチャージもないですし、データ消費ごとにね購入の必要があるというところではややめんどくさいかなというところ。ただこのポボでいいところは、一括で大容量買うことによって安価にはなります。例えばなんですけれども、こちらのように 150GB 分、これ180日間の制限はあるんですが、 12,980 円で購入が可能です。これどういうことになるかというと、ここに書いてある通りちょっと小さいんですが、 12,980 円を 150GB で割ると 1GB あたり約87円になるんですね。で、半年で 150GB 割ると1ヶ月あたり 25GB 使えることになります。そう考えると一括で買うにはちょっと高いは高いんですが、1月あたり 25GB 使えてだいたい2200円ぐらいということにもなります。なのでそういった意味では、まとめ買いをして 25GB 使えて2200円にするというポボのうまい使い方もあるにはあります。ただやっぱり自己管理できないといけないのと、 20GB を超えてもどんどん使っていくので、その辺はね管理ができるという方向けになりますね。で、他もいろいろあるんですが、ちょっと Y モバイル高く見えるんですが、先ほどの条件全く同じなんですけれども、条件さえ合えば1980円になるというところと、やっぱり得なのは日本通信さん。これね、 20GB プランから 10GB 増えて 30GB になったんですけれども、5分無料か月70分通話無料選択できるし、それでいて2178円、ちょっと格安 SIM では圧倒的ですよね。圧倒的だと思います。で、イオンモバイルも 20GB であれば1958円で、先ほど言った通りシェアプランだとお得になる場合が多いといったところです。なので格安 SIM で見ていくと、値段も容量も通話に関しても強いのはやっぱり日本通信さんですかね。もしくは安心したければ、やはり大手のアハモか LINE も、これは5分無料両方ついてるのでかなり安価に感じます。ではいろいろ解説したのでまとめの方に入ります。
はい、それではまとめの方なんですが、まずですね、3GB 基準の方から、まずキャリアの方で選ぶならというところでは、条件さえ合えばドコモのイルモ、これが安価にはなります。ただしやっぱりセット割というところの引っかかりがあるので、これを除いた場合はやはり楽天になると思います。ただこれもね、セット割とかの条件じゃなくて電波の条件なので、そこに不安を覚える人は絶対に楽天は選ばない方がいいです。ここはね、コメントなんかもちょっと参考にして、自分の住んでるね地域なんかが書いてあるかもしれないので、そこもチェックしてほしいところ、これのどちらかかなという気はします。ちょっとね、 au とソフトバンクはあまり安くもならないし、条件もあるのでちょっとお得感は薄いです。で、格安シム 3GB 基準で考えた場合は、お得なのは LINE もだとは思います。990円、 LINE のデータ消費なし、これはちょっといいですよね。回線も安心なので、これがおすすめ。もしくは値段だけで見て 1GB ぐらいしか使わないという人には、やはり日本通信シム、これはね、先ほども言いましたが、私使っていて問題あると思ったことがないので、この290円で私はずっと運用しています。この値段で電話番号持てるのは大きいですよね。なので LINE のアカウントもう一個作りたいんだという方は、これで運用するのもありだと思います。そして家族が多いなら、イオンモバイルに乗り換えるのは本当にありです。先ほど見ていただいた通り、4人5人となるごとに1人当たりのギガ数とか価格も落ちていくので、かなりお得になっています。ぜひ検討してみてください。続いてがこちら 10GB 基準ですね。これはもうキャリアはイルモしかないので、条件さえ合えばね、この2090円というので使うのでありなんですが、条件をわざわざ選択するのであれば、こちらの格安 SIM の方の LINE もベストプラン 10GB ですね。これ2090円で済むので、かつドコモより 1GB 多い、条件なし、 LINE のデータの消費もしないというところでは、キャリアのイルモはちょっと弱いかなと思っています。で、格安 SIM の中で選んでも LINE もやはり強いですし、値段だけ見ていけばやはり日本通信 SIM も5分無料がついて強いといったところですね。なのでこの中全体で選ぶとしても、 LINE もか日本通信 SIM になると思います。続いてがこちら 20GB 基準ですね。で、まずキャリアからいきますけれども、価格面から見てもやはり楽天にはなります。かなり安いですよね。2178円なので圧倒的に安いです。条件もないですし、 20GB で考えているといった時にキャリアを選ぶ意味はほとんどないと思っています。ただ無制限はね、実際にはキャリアしか存在しないので、そういった意味では上の3社を選ぶ意味は出てきます。それとやはり安心感ですよね。保険的な意味でこのドコモ、 au、 ソフトバンク、これはもう街のどこに行っても必ず一つはあるので、何かあった時駆け込めるというところがありがたいところです。楽天モバイルはもちろん店舗ありますけれども、ちょっと少ないのと、格安 SIM 系はね、オンラインでしか契約も何もかも受け付けないというのもあるので、そういったところが不安な方がキャリアを使うというのは全然ありです。で、 20GB 基準その他格安 SIM 系を行くと、この中でお得なのはアハモか LINE もベストプランですね。これはね、先ほど説明した通り5分通話無料もありますし、値段も揃っていると。ただ LINE を使う場合が多い方は LINE もが本当に得になってきます。 LINE の場合データを消費しないからですね。アハモで LINE 電話いっぱい使っていると、この 20GB 消費していきますが、 LINE もの場合は消費しないという意味です。そういった意味で本当に得で、他安価なのももちろんありますが、 IIJ ミオもね、2000円でお得ではありますが、日本通信 SIM の 30GB、 10GB 多くて5分無料で2178円、これもやはりおすすめだと思いますね。大体おすすめは同じになってくるかもしれないですね。そういった意味ではイオンモバイルがやっぱりちょっと毛色が違っている感じではあります。シェアプランだとお得になるというところでは、本当にね、家族が多い人はイオンモバイル検討の余地ありだと思いますので、細かく解説はできないんですが、みんなで移るなら本当に安くなりますので、ぜひウェブページ見てみてください。はい、ということで今日はですね、2024年最新版スマホ通信料金徹底比較してみたということで、これらの通信会社解説してきました。一つ目、安いから悪いというわけでもないということがね、分かっていただいたかと思います。特に LINE もとか日本通信さんは普通に使えています。この中で私使ったことあるのは、まあほとんど使っているんですが、実際に使ってなくて言えてないのが IIJ ミオとか Y モバイルですね。この辺はちょっとね、実際には使ったことがないので、ちょっと私の話し方も足りなかったと思っています。特にIIJ MIO は使っている方は多いので、コメントなんかいただけるとありがたいです。で、二つ目、新しくね、最近流行っているこの 10GB プラン、これはね、結構おすすめではあります。特に LINE もが用意した 10GB プラン、これはお得感が強いです。もしくは日本通信ですね、この辺は結構おすすめです。今まで 3GB の次が 20GB だったことがちょっとおかしいのかもしれません。そして三つ目、皆さんで情報を共有してね、損をしないように選択しましょうということで、自分が使っているプランとか実際の電波の状況なんかですね、詳しく教えて
てくれると本当にありがたいです。皆さんもコメント欄覗いてみて記載していただけるのもありがたいですし、そこを参考にしていただければと思います。1人1個目お願いいたします。またこのチャンネルでは iPhone の機種変更時に写真を消さないためにこの設定は絶対ダメということで、こちらの設定本当に知っておいてほしいです。特に新旧 iPhone を残そうとしている人はこの設定によって全部の写真消えてしまう可能性があるので、こちらの方必ず見ておいてほしいのと、もう一つ、これから iPhone を持つ方のためにやってはいけないこと、この遊び方は絶対ダメなどの5つのやってはいけないこと、逆に絶対に覚えてほしいことを1つを紹介しておりますので、これらの動画も見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。